はい、吉田さん、今回はですね、インターネットの本質をコンサルさせていただきます。はい、回答は簡単です。知られることですよね。以上でございます。本当にこれ以外ありません。エホバの証人の方っていうのがいらっしゃいますよね。エホバの証人という言葉で反応する方、あ、なるほどって思う方たくさんいると思うんですけども、これは何でかっていうと、エホバの証人の皆さんがですね、日々仕事の合間を縫って1週間で60時間とか90時間とか家から家述べ伝える技をしてるからなんですよ。こんにちは、聖書の勉強してるんですけどもみたいな感じで、家をねノックしたりとか、街角で声をかけられて、いや聖書の勉強ね、イエスはあなた方を救われたんですよ、穴がないというもので救われたんですよとかね、それから街角でサッシを持ってこうやってね立っているとか、あ、なんだろうと思ったら目覚めよって書いてある。目覚めよってなんだと、あれが物見のとエホバの証人さんなんだっていうふうにね、知られていることっていうのは、日本各地あらゆるところでエホバの証人ですよっていうふうな知らせる活動を皆さんが本当に地道にですね、それこそ空いた時間1時間2時間をとりわけて日々やってるからなんですよ。私たちもね、エホバの証人さんに学ぶものがあるとすれば、知らせるということをやっていく、この凡事徹底ぶりは学べるんではないかなと思うんですよ。で、エホバの証人さんっていうのは、真剣宣教学校みたいなところでね、どうやったら人に話を聞いてもらえるかってことを毎週毎週勉強したりとか、書籍の読み合わせとかを毎週毎週やってですね、理解を深めて、どんな質問が来ても答えれるような自分を作り上げることにものすごく熱心なんですよ。私はね、非常にここを学んで見習ってるところなんですよ。主義思想はもしかしたら違うかもしれないんですけども、それを突き詰める、その行動精神っていうのは共通するものがあるんですよね。そうなんですよ。だからインターネットビジネスとかビジネスに詳しくなりたかったら、ビジネスをしっかりと学び続けるってことが大事です。インプットですね。それから私はビジネスをやってるんですよってことをアウトプットして知らせるという行動も大事ですよ。こんな商品があるんですよと、こんな会社があるんですよと、こんな人がいるんですよってことを知らせ続けることによって、だんだん、あ、いつものあれねっていうふうに思われるようになるんですよ。そこまでずっとやらないと人っていうのは印象に残りません。なぜなら人は自分の人生で精一杯だからなんですよ。で、人が何かに気を止めようとしたら、自分が見下せる人、バカにできる人、足を引っ張れる人、そういうふうないわゆるね、レベルの低いものに対してはこういろいろとクレームつけたい、バカにしたい、見下げたいから、そこには注目が集まるんですよ。まあ、ですんでね、悲惨な出来事ね、なんかその年を取った方が、高齢ドライバーの方がミスって運転ドーンとやっちゃいますよね。そういうのをいつまでもいつまでも話題にして、俺は違うよねと、年取ったら嫌だねって思いたいわけなんですよ。下に見たいわけなんですよ。ですからそういうニュースっていうのがやっぱり提供され続けるし、いいニュースっていうのはあんまり流行らないんで、あんまり出てこないんですよ。仮にいいニュースが出ても、それを妬んだり、足を引っ張ったりね、こう嫉妬したりするコメントが並ぶんですよね。だからそういう風な見せ方になってますよね。いろいろとね、目立つっていうこと、それがインターネットでもしくはビジネスでねやることによって非常に大事だってことが多くの方気づいてない、もしくは気づいていても目立つことをしてないんですよ。それじゃあね、収入は上がりませんよ。どんなにいい商品、どんなに素晴らしいセルフバックのノウハウ、どんなに素晴らしい転売の秘密があったとしても、それが知られなければ使われないんですよね。どんな素晴らしいことを知っていても、その知っているあなたが知られなければ誰からも評価されずに、そのまんま時代は過ぎ去っていくってことになります。ですんでね、知らせること、媒体を使うこと、媒体を育てること、日々アウトプットすること、この積み重ねでしかないんではないかと思いますんで、この億万長者合宿のね、動画のやり取りが長く長く続いてるんですよ。さすがにね、この億万長者合宿のやり取り800は超えましたけども、継続しましょうっつって、分かりました、継続ですね、大事ですねって言ってる人、800本ぐらい動画撮ってますか、800本ぐらいアウトプットしてますか、800本ぐらいブログの記事書いてますか、 Facebook の記事書いてますか。私は吉谷さんは一つのコンテンツですら1万個やるわけですよね。この億万長者合宿以外のやつもいっぱいやってますよ。いっぱいやっていて、その一部ですら800でまだ少ねえなとか言ってるんですよ。だからこの辺にね、凡事徹底のその徹底の意味を知ってほしいなと思いますね。全てのジャンルで久保哲郎が出てくる、全てのジャンルで吉谷拓郎が出てくると、もうもはやね、何のキーワードで検索しても俺がいるみたいなね、そのぐらいの底冷え精神、いかがでしょうか。それでは本日は以上です。